どうも、ウクライナ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、たくさんのリクエストをいただきまして、中島みゆきさんの名曲、糸っていう楽曲のソロウクライナレッスンをやっていきたいと思います。はい、皆さんもですね、よくご存知だと思うこの糸という楽曲なんですが、非常にね、歌詞が良くて、そしてメロディーもとても美しくて、はぁ、いつかこのウクレレ一本で弾いてみたいって思ったことあるんじゃないかなと思うんですが、今回はですね、ハイジーアレンジとなっておりまして、そして初心者さんから初級者さんでも弾きやすいアレンジにしております。また動画に楽譜はついているんですが、ダウンロードも可能となっておりますので、ご希望の方はぜひぜひダウンロードして参加していってください。私もですね、過去にこの楽曲、こちらの教則本で取り扱ったことがあるんですが、ちょっとだけね、難しいアレンジとしてアップしておりまして、弾いたらめちゃくちゃいい感じになるんですが、でもやっぱりちょっとコードとかね、難しいコードが結構出ていたんですね。なので、今回はそういう難しいコードをもっと簡単に、そしてメロディーとかももっとシンプルにして、どなたでも楽しめるようなアレンジにしてみました。ぜひですね、この動画を最後まで見ていただいて、糸っていう楽曲、弾けるようになっていただけたら嬉しいなと思っております。もしこの動画がいいなと思ってくださったら、チャンネル登録そしていいねもよろしくお願いいたします。それでは、早速見ていきましょう。中島みゆきさんの糸です。どうぞ。さあ、それではですね、まずはどんなアレンジなのか弾いていきたいと思うんですが、今回はですね、16分音符のリズムが出てきたりするんで、結構ね、テンポは遅いんですが、早く手を動かさないといけないとこもあります。ちょっとそういうところであったり、あとは最高音が10フレットぐらいまで、結構高いとこまで出てくるんですが、そんなとこにも注目して聞いてみてください。それでは、聞いていただきたいと思います。糸、こんなアレンジです。ワン、ツー、ウー、スリー、フォー。それでは見ていきましょう。まずはレッテル A、 頭から見ていきたいと思うんですが、最初は G っていうコードを押さえていきます。 G は中指が1弦の2フレット、そして薬指がここ2弦の3フレット、そして人差し指がここ3弦の2フレットに置いていくんですね。さあ、こんな風に3本の指を置いて G コードを押さえていきます。 G コードを押さえたら、
そのまま上から下までコードを鳴らしていく。さあ、鳴らしました。鳴らしたらですね、その後、このコードを離さずに、1弦を、たーた、っていう長さで弾いていきます。ここで大事なのは、一番最初の音が、た、あ、あ、16分音符3つ分。そして、その後すぐに、もう一回1弦を弾く。たん、たーた、という長さですね。ここでしっかりと音符の長さを分けることが大事なので、ちょっと気をつけて弾いていきましょう。そして、1弦、たーたと弾いたら、次、その弾いた1弦の中指以外を離します。そうすると、中指1弦の2フレットを押さえてるんで、また上から下までコードを弾くだけで、この2000のコードが弾いていけるんですね。さあ、2000、弾けましたか？弾けたら、あとは指を離して1弦の0、4弦の0、2弦の0と弾いていくんですね。さあ、ここは開放弦なので、ちょっと弾きやすいフレーズになりましたね。さあ、その後3弦の2と書いてあるんで、まずは人差し指で3弦の2を押さえて鳴らしていきます。鳴らしてる間に他の指はちょっと準備しておきましょう。何の準備かというと、その次が G コードになっていくんで、まずとりあえず人差し指を3弦の2に置いて鳴らしてる。その間に薬指を2弦の3、中指を1弦の2と準備して G コード押さえていくんですね。押さえれたらまた上から下までコード。さあ、コード弾きます。コードを弾いたらここ16分音符になってますね。なので、素早く上から下までコード弾いたらすぐに1音を弾く。というリズムですね。さあ、ここね、しっかりと上から下までコード弾いてすぐに1弦だけを素早く弾いていく。ちょっとここら辺、右手のコントロールが必要なので、難しく感じるかと思うんですが、ぜひゆっくりでいいんで、トンザッタン。何度も何度もですね、ここのパートを繰り返し弾いて弾けるようになっていきましょう。さあ、そこまでいったら次、もう手を離して OK です。手を離して4弦の0。そして次、人差し指で1弦の2フレット。そして次、小指で1弦の5フレットと弾いていきます。ここもしっかりとフレットの近くを押さえていきましょう。でないと音がビビってしまったりするんで、しっかりとフレットの近くを押さえる。さあ、押さえて5フレットまで上がってきました。上がったらその小指をさらにずっと上に上げて、この7フレットに小指を持っていきます。さあ、7フレットに小指を持ってきたら、そこで次は薬指をここ、2弦の7。そしてさらに中指をここ、3弦の7に置いて、7770。押さえて上から下までコード。さあ、ここなりますか？小指、薬指、中指。押さえて上から下までコード。弾いたらすぐに2弦をパッパ。さっきと同じですね。タン、タッタ。と、弾いていってほしいんです。777だったら人差し指制覇でもいいんじゃないですかって思うかもなんですが、まあここ人差し指制覇でも悪くはないんですけども、ちょっと次の音のことを考えると小指、薬指、中指の方がいいんですね。じゃあちょっと次の音どんな風になっていくのか。この次576 Bm となってるんですが、ここ非常に難しいコードなんです。ただこの777、小指、薬指、中指で押さえていると、この薬指、2弦の7フレットを軸にして、中指をずらす方。薬指は動かしませんよ。薬指を置いたまま、中指をずらす。そして小指は外して大丈夫です。で、余ってる人差し指をここ。1弦の5に置いて、3弦か1弦まで弾くと、あ、576になりますね。そう、777を小指、薬指、中指って置いたことで、その指をほとんどね、あまり大きく動かさないで、777から576。っていう動きが可能になるんですね。なので、この777はできれば小指、薬指、中指でいって弾いていきましょう。で、ずらして576にしたら4弦は弾かない。3弦か1弦までを弾いて、また2弦を弾く。ポン、タッタ。という流れになっていくんですね。はい。これがね、多分、動き方としては一番スムーズで綺麗になる動き方だと思うので、ぜひ、この弾き方、練習してみてください。
そこまでいけた手を離して、中指で1弦の2フレット、そして人差し指でここ、4弦の2フレットを押さえていきます。中指と人差し指で押さえていくんですね。で、押さえた上から下までコード。Am なっていきました。Am なったらその後手を離して0、0。1弦4弦の0、0弾いたら、ひと中くすで4弦、3弦、2弦の2フレット、指先で押さえていきます。で、そのまま上から下までコード。さあ D のコード。なりましたか？なったらそのまま3弦をもう一回鳴らす。はい。っていうのがですね、このレッテル A の4小節になっていきます。さあ皆さんいかがでしょう？弾けておりますでしょうか？まず大事なのはね、リズム、16分音符、タン、タアタ、タン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 、タッタ。これ早いところ気をつけていきましょう。タン、タッタ。手を変えて、タン、タッタ。で、また手を動かす。はい。こういう風なね、動き方になっていく、要所要所のポイントをしっかりと押さえて練習をしていただきたいなと思います。ただ、ちょっとだけ、そのまま、下の段も見てみてもいいですか？そうすると、あ、下の段。そうなんです。弾くこと、今やったところと、全く同じなんですね。なので、しっかりと、今やった内容を、おさらいしながら弾いていく。で、Am 手離して、0、0、0、2、2と弾いていく。その後、一拍。0、0にあるんですが、ここは次のメロディーになっていくので、一旦この一拍は置いておいて、今見た8小節、ぜひ練習をしてみてください。一度ですね、動画を止めて練習をしていただいたら、その後ゆっくりとレッテル A を通して弾いてみたいと思います。ぜひ一緒に合わせてですね、この動画と同じテンポで弾けるように何度も練習をしてみてください。それでは、レッテル A 8小節通してみたいと思います。ゆっくりと弾いていきます。だいたいこれぐらいのテンポ。1、と、2、と、3、と、4。かなりゆっくりめに感じるかもなんですが、まずゆっくり弾けないと絶対早く弾けないので、一旦このゆっくりに合わせて弾けるように練習をしていきましょう。それではカウントしていきます。頭から G のコードを押さえて、4カウントします。わ、ん、つ、う、すり、い、せーの。1と2と3と4、 G のコードを押さえて3弦弾いたらすぐにコード。1弦弾く。そのまま手離して、小指上に持ってって、2弦、早く。で、手動かして2弦。素早く弾く。Am。1と2と3と4。と、そのまま同じこと、1と2と3と4と1と2と3と上に上がって小指で7、3と4と Am、 1と2と3と4。っていう感じになっていきます。さあ、皆さん、いかがでしょうか？ここまで弾けておりますでしょうか？なかなかね、ちょっと難しいところ多いと思うんですが、特に777、こういう高いところのコード、指がなかなか入らないですよね。そこをですね、しっかりとこの、何度もね、繰り返し練習をして、指がね、動くように練習をしてみてください。ただ、そこまでいけばそのまま、Bメロ。はい。こんなね、メロディーのところに入っていきます。では、レッテル B の一拍前、ソラシ、002のところから見ていきます。ここは、もう手を離して、4弦の0、1弦の0、そして、人差し指で1弦の2に入っていきます。
ここ必ず人差し指にしてください。なぜかと言いますと、人差し指で1弦の2に入りました。そしたらその人差し指を置いたまま中指、薬指を付け足していくんですね。中指が2弦の3、薬指がここ3弦の4に付け足します。おう、そうすると2、3、4、 E マイナーになっていくんですね。このメロディーで使った指1本を使ってそのままコードに変えていくっていうことができると、コードチェンジがスムーズにいくと思いますので、ぜひね、そこを心がけてやっていきましょう。さあ、E マイナー押さえました。2、3、4押さえたら上から下までコード鳴らします。鳴らしたらそのまま次手をパッと離して小指で1弦の10押さえていきましょう。さあ10数えます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 ちょっとね高いんで、ここの瞬時の移動難しいです。やっぱりね、こう踏み外しちゃうことがあるんですけども、そういうことがねないように何回もこの移動練習していきましょう。で、10まで小指で入れたら、そこで次は99の手の形作ります。ここ押さえ方2通りあります。まず一つは G コードが上に上がったような形、中指で1弦の9、薬指で2弦の10、人差し指で3弦の9押さえた形にするか、もしくは人差し指でちっちゃく制覇、1弦2弦3弦の9フレットを制覇して中指をここ2弦の10に置く。これね、ちょっとどっちか押さえやすい方選んでみてください。この動画ではこの G コードのような制覇を使わない方でやっていきます。で、99押さえました。押さえたらそのまま3弦か1弦まで鳴らします。4弦弾かないようにしてくださいね。で、3弦か1弦まで鳴らしたら、またここ普天8分音符なんで、たーあた、このたーあ16分音符3つ分伸ばして1弦の9をまた鳴らす、たーあた。さあ、そこまでいったら次、小指で2弦の12に入ります。ちょっとここ難しいですよね。押さえにくい。まあここ制覇の場合も小指です。で、小指で行ったらすぐにここ、次は12が16分音符で、その後2弦の10、これは99のこの押さえてるコードですね。押さえてる弦に、すぐに入る。タッタン、タータッタッタンっていうリズムですね。タータ、12が一瞬、パッ、で、すぐに離して、2弦の10に入っていく。タータッタッタ、うん。っていう風なね、メロディーになっていきます。なのでここは1と2と3とおしいとおっていうリズムになっていくんですね。ちょっと難しい。ここね、しっかりとこのリズム、細かいリズムを読んで弾いていけるように頑張っていきましょう。ただそこまでいけると、そのまま手を離して人差し指1本で2弦の3フレット押さえて鳴らします。300鳴りました。鳴ったら次、小指で1弦の7押さえていきます。さあ、小指で1弦の7鳴ったら、そのまま小指を滑らせて2弦の5フレット、中指をここ2弦の3フレット、人差し指を3弦の2フレットにつけて5、3、20鳴らしていきましょう。さあ、ここもね、小指、中指、人差し指、ちょっとこう動かしにくいんですが、この1弦の7に置いた指を滑らせるようにして5フレットに移動して中人をつけれると一番ベストだと思います。ぜひね、ちょっとこの動き練習してみてください。で、5、3、20 G に入ったらまた手を離してソーラ、人差し指で1弦の2入っていきます。ソーラシー入りました。入ったら、あ、さっきと同じ中指と薬指つけてまた E マイナー。さあ、 E マイナーにしたら次、できれば人差し指だけ上げて1弦の0鳴らします。そして4弦の0鳴らします。で、また1弦の2、この人差し指を元に戻すっていう感じで弾きましょう。なぜこの中の2弦を使わないように押さえておくのかというと、その方が音が伸びて綺麗に聞こえてくるからですね。ここで指をすぐに離しちゃうと音がなんかブチって途切れた感じになっちゃうんで、できれば離さずに人差し指だけを動かす。さあ、そこまでいったら次は小指を1弦の5フレットに置いて、人差し指で4弦か1弦まで制覇。制覇したらそのまま上から下までコード5、2、2、2鳴らします。さあ、制覇難しいですよね。
制覇の大事なポイントは、人差し指の指先から付け根をピンとまっすぐにすることです。もう中にね、鉄の棒が通ってるようなイメージでまっすぐにしましょう。ここが、この根元が曲がっちゃったりすると、力がこっち側に流れちゃって、音が、なりにくいです。なので、しっかりとまっすぐにするイメージを持って、そして人差し指の真裏で親指押さえていきます。さあ、この真裏、そしてネックの真ん中あたりを親指で押さえて挟む。小指は1弦の5フレットに置くんですが、指先を意識しちゃうと、この人差し指が曲がっちゃうんで、人差し指が曲がらないことは大事なんで、小指はこんな風に斜めに入っていっても大丈夫です。それで、小指と人差し指で、押さえていく。ちょっとね、制覇難しいんですが、頑張ってみてください。過去にもですね、このような制覇の動画出しております。ぜひですね、この動画を見ていただけると制覇押さえやすくなると思いますので、概要欄に貼ってあります。また後ほど見てみてください。さあ、 D コード5222なりました。なったらですね、あとはその後手を離してまたソーラ、人差し指で1弦の2弾いていきます。さあ、弾いたらですね、その後、その人差し指をさらに上げて、1弦の3フレット、3000、C コードですね。で、薬指、もしくは中指で1弦の5に上がる。さらに小指を上げて、小指で1弦の7。さあ、1弦の5に戻ります。ここ、中指でも薬指でもどちらでも大丈夫です。戻ったらすぐに手を離して、2202。ここは、人差し指で4弦の2フレット。中指で2弦の2フレット、薬指で1弦の2フレットを押さえて、2202押さえます。さあ、なりますか？しっかりとね、これ上からちょっとヘッド側から押さえるようなイメージで押さえてみてください。で、押さえてなったら薬指を上げて1弦の0。と鳴らせば完成となっていきます。さあ、レッテル B 見ていきましたが、皆さんいかがでしょう？弾けましたか？なかなかね、難しいところ。多いですね。すごく高い99とかも特に難しいと思うんですが、またここでも皆さん一度練習をしてみてください。そしてできたらレッテル B 一回通してみたいと思うので、ぜひね、この動画と合わせて弾けるように練習をしてみましょう。さあ、それではレッテル B 弾いてみたいと思います。ゆっくりと一緒に合わせていきましょう。それでは4カウントしていきます。わ、ん、つ、う、すり、い、せー。の、1と小指で12と、た、あ、た、た、た、あ、人差し指、小指、小指滑らして5323と、手離して、そうだ、人差し指、1と2と、小指置いて、せーは、あ、手離す、そうだし、人差し指、薬指、小指でコード、で、降りていって、2。はい、という感じでレッテル B を見ていきました。いかがでしょう？弾けておりますでしょうか？ぜひですね、まずはこのレッテル A、レッテル B、完成目指して頑張ってみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。なかなかね、難しいところもあったと思うんですけれども、皆さんいかがでしょう？弾けましたでしょうか？どうしてもね、やっぱりこの7フレット以上とかで押さえる指になってくると、この押さえる箇所も狭いこともあって、指がね、なかなか置けないよとか、音が気にならないっていうところもあったと思うんですが、大切なことは焦らず地道にコツコツと練習することなので、またこの動画と合わせてですね、何回も何回も練習をして、ぜひ弾けるようになってください。またね、今回はちょっと長い動画となっていますので、この動画の後半は来週あたりにアップされます。ぜひそちらの方も見ていただき、最後まで完成させていただけると嬉しいです。皆さんが弾く意図、いつか聴ける日を楽しみにしています。このチャンネルではこのようなレッスン動画や、そして演奏動画、またはレビュー動画などもアップしています。ぜひ他の動画も見ていってください。またこの動画を楽しんでくださったら、ぜひチャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレ奏者鈴木智樹でした。バイバイ。